何をしてあげられるとか考えてたって曲なんですけど、その曲を歌う前に そのままでいいんですか？いやいや、なんかエイジアンドテツだとこう基本被ってるじゃないですか。あ、そうですよね。でも上着をわーってやるぐらいで、うん、それが嫌でエイジアンドテツやめたようなもんですあ、自由ってどうなのね、わかんないですけどね。あ、でもそう、わーってもうね、痛いけどっていうような、いろんな、まあね、そんな話はまあどうでもいい話かもしれませんけど、頭の形がすごい綺麗なんて言っていいのか、ね、そうです、どうしたらいいですか。あれあれ嬉しいですまあまあね、エージェント鉄の話が出たからじゃないですけど、あのエージェント鉄という2人組、今年は山形を皮切りに仙台と、それから会津若松とかちょっと福島とか行ったりして、で、15本ぐらいライブをやることにしたんですけども、今日高田英二さんは、まあここね、ここペリではもう高田英二さんはもう宮ちゃんと古い、もう本当に高田英二さんの写真だけはいっぱい入っ貼ってあるんだなここペリにはトイレに行こうがね、すごいなってそうそういう感じなんですけども、まあでも今年は今言わない方がいいんだよね。言っちゃってもいいんですよね。いや問題ない。そうですか、11月にエイジアンド鉄2人ここで、11月の3日にあのクラブ Q っていう下北沢のところで一応こう今年の旅を締めくくりした後に11月の11日、はい、11111ってココペリ亭何周年になります？それが10周年ですよ、ということで今日は、新宿のフリークスでライブをやってる高田英二さんと、ただいま電話がつながっておりません電話が繋がっておりません。これは誰だって言ってるよ。ねえ、今電話してみてやろうかな、ちょっと。って言ってますよ。あ、電話しちゃおう、ちょっと。今電話してみてもいいですかね。電話してみてよ、ちょっと。9時半でしょ、絶対繋がんないよね。絶対繋がんそうですよね。がんない。あ、プルプルって言ってるわ。何やってんのかな。ライブやってんでしょうね。そりゃそうだよね。かなりな深い時間ですもんね、今ね大詰めですね、大詰めですよね、多分ね。でも鳴ってるわ、かなり鳴ってますね。俺は誰だって言ってる。出たら面白いですけど出たら面白いですけど、ライブ中にね、ライブ中にね、ライブ中にケツからだとか言って出たら面白い。向こうは向こうで、そうそう、向こうは向こうでね。ただいま電話に出ることはできませんって。発信音の後 に杉原哲とココペリ亭です。イエーイ、はい、切った多分割れてたと思うけど今ね、かなり割れてたと思いますけどそうですね、いやどうも皆さんありがとうございました。よかった。このくだり YouTube で上げても大丈夫ですか？大丈夫でしょ